平山橋は神奈川県愛工郡愛川町の中津川に架かる歩行者用トラス橋である。1913年、佐賀川1、3を構成トラス橋、残りを目標として開通。1926年には目標部分を架け替え、3連の構成トラス橋として完成した。左岸のトラスには大正2年、右岸のトラスには大正15年の名番があり、 ウ岸ンの別の名盤には、東京、月島の安藤鉄工所の名がある。同社は1918年から1975年にかけて、協力政策の実績がある。1913年の開通記念の絵はがきには、左岸一連のトラスが見られるが、この部分の製造企業は不詳である。1945年7月10日には、アメリカ軍機の機銃装車を受け、 橋上やその周辺で死傷者が出た。その際の銃痕は、現在でも、欄干などに残っている。2003年には、下流側に隣接して、神奈川県道54号相模原相川線の平山大橋が架けられ、元橋の道路橋としての運用を終了し、以降は人道橋として使用されている。道路橋として使用していた当時には歩行者用の橋が併設されていた。 2004年11月8日には登録有形文化財に登録されている。元橋上流70メートルほどのところに数本の松が茂る稲荷森と呼ばれる小島があったが、昭和30年代後期に治水のため撤去された。右岸側は300メートルほど南で国道412号と接続し厚木市の市街地に通じる。北側の定路では、 神奈川県道54号相模原愛川線を経て、愛川町役場方面及び、愛川町半減方面に通じている。平山大橋を経由して、本厚木駅、厚木バスセンターと、半原を結ぶ神奈川中央交通バスと、愛川町内循環バスが運行されている。マダラ橋、平山橋、平山大橋、角田大橋から、ありがとうございます。